おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。前回エルギオスで死にました。ボタンミスで勝てエルギオスで完全に死んでおりましたね。もう満身創痍。ボタンミスしたら勝てたよ。あんなにエルギオスにかかると思ってなかったんですよ。翼出て大変ですよね。はい。なのであとはもう追い上げですよ、最後ので。今私右手に持ってもご紹介します。クーリッシュです。変わってて飲めねえわ。まあ、時期に溶けてくると思います。よっしゃ、残り2つやるで。来たか。まあね、ルギオスを超えましたんで出ました、赤目エスタークです。いやー、まあね、なんて言うんですかね、嫌な思い出が蘇ります。こいつもなんか嫌だ、こいつも。え、ああ、いや、重量感ある曲やな。はい、もちろん主人公ですよ。主人公で挑んでいきたいと思います。いやー、嫌です。嫌な思い出が蘇ります。ひどかったです。なんかもうね、嫌すぎるのよ、こいつ。なんかもう、めちゃくちゃ強いそうなイメージあるんだよね。なんか、あの時のね、もう、レジェンドクエストのエスタークのね、恐ろしさが蘇ります。そして私、戦士のドラゴン級ダッシュランでいきます。大丈夫かな。エスタークね、6500なんですよ。 1P プレイの時、僕初見の時に気づかなかったんですけど、忘れかけてたんですけど、こいつさ、おかしくない？ドリアンもそんなぐらいだけど、あの全ての属性にこうやって強い割にはさ、 HP6500 だもんね。かなりとんでもないことやってるんじゃないですか、こいつ。はい、行くぜ、スターライト。フレアじゃないんだーい。フレアじゃなくても結構出るからね。主人公ね、結構筋から押せるとこあるから。オッケー、一旦目は風間としております。これね、多分初回の攻略の時もこうだったと思うんだけど、避けなくていいよ。こうだったと思うんだけど、エスターク、1P プレイにおいて、エスタークは、必ず一旦目に特技打ってくるという性質がありますんで、これで一回防げるのはでかいよ。どっかのレジェンドクエストみたいに応援で避けるだの、ドラゴンオーブで防げたのさ、しなくていいから楽だわな。で、ちょっと怖いのは、そうやって防ぐことにより打点が問題なんですよ。このスターライトと猛ダッシュで、ね、ダッシュボムか、回心率はそこそこ高いとはいえ、で属性も入ってるんで、そう、 S タークに、新スタークに対して打撃は効かないんですよ。まあドリアムもそうなんですけど、なので属性で押していく感じですね。回心率も出やすい属性で押していくって感じになるんですけど、地獄の豪華か、そっち来るか、大丈夫かな。ドラゴンキッズで、なんとか。うおー、弱っ。あれ、弱くない？あれ、300しか食らわないの？なんか、いつキースドラゴン500食らってたじゃん。あれ、300しか食らわないの、ダッシュラン。マジか。あれ、硬いな。あれ、硬いのか、それとも、ちょっと待って。外れたじゃないよ。ね、外れたじゃない。おい、大丈夫なのか？ 1200 ぐらい来る？もしかして。大丈夫か？うおー、1008！ 結構だな。いやー、でもちょっと待って、これ全然火力足りてないぞ。火力足りてるの？いや、これ火力足りてないような気がする。6500削るのって割りかしめちゃくちゃ大変なんだよ。ナイス、ここだ。てか、ここで勝たなくちゃ俺の未来はないんだよ。ここで勝たなくちゃ俺の未来はないんだよ。おい、俺の未来はないんだよ。おいよ、俺の未来ないって言って。いいよ、勝っちゃいいんだろ。ああ、本当にクーリッシュの、クーリッシュ飲むわ。ちょ、クーリッシュ飲みます。あのさ、実況者としてどうなの？とどめの時期見とる人に黙ってクーリッシュ飲んどる。実況者としてどうなんだお前それ。2回目。2回目のトライです。よろしくお願いします。いやー、つばぜり合いがさ、できればね、ワンチャン黄色で行く説あるんですよ。黄色で行く説あります。で、風のマントル防ぐのもいいんだけど、さっきみたいにとどめる時期のさ、
ダメージ足らなかったから、それがちょっと不安なんですよね。これ、風のマントで防いだところで、これ、つばぜり合い勝ったところで、5ターン目いてはったし、そうするとどうなんだろう。ダメージ足りてないし、どうなんだ？で、つばぜり、今まで赤で勝ってきてるんですけど、こいつってよくよく考えてみると、3ターン目の攻撃が、低音の撃または凍てつく反動なんですよ。なんでさっき見逃してたんですけど、怒っとる見逃してたんですけど、ワンチャン2ターン目の方がいいかなっていう説があるんですよ。黄色は狙えるんですよ、これ。ちゃんとみんな当ててくれたのもあったし、黄色で、向こうが多分オーブもそんな溜まってないから、黄色マックスで勝負を挑めば、S タックに勝てるんじゃないかな説があるんですよ。ここで行くか。黄色マックスはね、もう安定してますからね。赤はあんなんですけど。黄色見せます。まあ、黄色はね、だってさ、見えるもん。ほらね。いけるでしょう。行ってみよう。やってみよう。これなら勝てるだろ。はい、よっしゃ。それはまあ、相手のオーブが少ないもん。黄色で行ってもね、相手のオーブが少ないなら、もうお得意の連打でね、ゴリ押し連打ですよね。結構僕今までの動画でも散々やってきてるんですけど、ゲージが少なくてもゴリ押しでね、連打で勝っちゃうんですよね。あとは頼むぜお前ら。あとはもう火力だ。火力が足りるか。会心出していくしかない、もう。勇気は負けはないから、会心狙いしかないよね。コドランは会心出せないから、ダッシュなんと勇者次第だね。さあ。6500という膨大な HP。これもしかしたら、もしかしたらなんだけどさ、これ風のマントしなくても耐えてんじゃないかな。そう考えると、ギガデインとかの方がいいのかなっていう説はあるけど、ちょっと足りないぞ、火力。みんなね、当ててはくれてんだよね。ちゃんと、当ててはくれてんだ。ただ、ちょっと足りてないな。テオの一撃。これはまあね、さっき食らって、位が戦況なんで、うん、まあまあまあね、戦況しか食らわないんだね。なんかね、もっと上から1200みたいな、上から1200みたいなさ、ことがあると思ったんですけど、そういうわけでもないんですよね。さあ、できればこのターンにね、決めてしまいたいところ。その5ターン目まで伸びると、この、凍てつく波動があったりするんで、それがちょっと怖いかなと。頼む。会心出してほしいな。こんなもんか。え、これはどうなんだ。いや、足らないね。マヒャードはダッシュランが多分軽減してくれると思うんです。大丈夫でしょ。あ、おっと、ボレロ効果発動。さあ、ここで主人公がね、どうなんだろう。残ったぞ、スターライト、行くぜ。え、どうだ。ナイス、それはナイスだぜ。やるじゃん、スターライト。スターライトやるじゃねえか。あとはよろしく、ザキーマ。よっしゃー。永遠に眠れ、二度と来んな。よし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 。お疲れ、やったー。やった。やっぱ黄色だとゴリ押しで勝てるんだよな。ってことは、俺は赤が向いてないのか、絶望的に。1年やってんのに。なんかそれはそれで悲しいな。いや、死白熱の10連勝突破したわ。今日1勝しかしてねえけどな。見たか、ダークドレームよ。なんや、これは。これ使えない。ぜ、なんかもう、もう殺してんの、なんかもらえんだよな。なんかダークドレームのさ、普段着みたいなの。なんかダークドレームの白 T。なんかダークドレームの白 T みたいなのがさ、手に入っちゃうんだよな。さあ、いよいよダークドレームとの戦いですよ。いやー、あと、この腕だよな。怖いよ。いやー、
主人公でダークドラゴン討伐してる実況者は見たことあるけどさ、俺ダークドラゴン主人公で討伐したことあったっけ。なんか過去になんか天空の剣の動画あったんですけど、その時負けてんだよな。天空の剣の時に学んだんだけど、ギガデインでもよかったっていうさ、レベルだったからね。まずは白目ダークドリアムです。白目といえどもその HP 6200。下手な赤目より強いです、こいつ。まあ、ミルダンとかさんにも強いんじゃね？さあ、来ました。ダークドリアム大使、私、モリレンで行きます。よろしくお願いします。舐めと。舐めてんのかと。もう字幕で舐めてん、ダーンって出すわ。パッと見ね、なんかね、いつぞやの、すげえいつぞやのなんか、あれみたいな。魔族に王に井戸道パスみたいなことになってますけど。いや、ダークダイム白目ぐらいだったらね、このモリレンで打ち倒してやりたいと思います。まずは疾風怒涛の4連撃、会心出してくれ、頼むぜ。とりあえず会心出さないことには、このパーティー厳しい。とりあえず森連の勇気補正で2ターン目に黄色を確実に生きるようになりましたんで、さすがにね、この前みたいに光の弾を使う余裕はないんですよ。赤にしようと思ってないんですけど。さ、うへぇー。とで。さあ、でもお前らみんな会心率高いからね。会心出してけ。おーい。足切ってどうすんの。足ちょんって切っただけやんけ。いやー、火力がすごい足んなさそう。でも、モリレンだって強いところ、あー、相手はするか、そこ。これ。これね、黄色いけるね。うん、いける。2ターン目の翼レアに足を締めました、私。無理に赤をする必要はないんだと、今、悟りました。って、勇気保りすぎじゃない、あいつ。こうしてみると。黄色間に合いました。よし、黄色マックスで勝つしかない。おー、ちょっと足んない、ちょっと遅い。行くしかねえな。白目を受けてみよう、行くぜ。よっしゃ。よし、モリレンの黄色はでかい。モリレンの黄色になるのはマジででかいぞ。さあ、ここからですよ。問題はとどめボーダーまで削られるため、当ててくれ、頼む。オッケー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 、大丈夫大丈夫だ。あとはまあね、1,2 とも攻撃はやり過ごしたってことになりますんで、最悪ダークドリアム、白目ダークドリアムに対しては5ターン目まで猶予があります。5ターン目はいてはつく波動を使わないんですよ、こいつ。なので 3,4 は食らうかもしんないけど、5ターン目までに削れればとどめ一撃で勝てます。さあ、頼むぜよ、みんなしっかり当ててくれ。とりあえずね、まだターンは、お前解雇や、お前解雇や。ちょっと頼む頼む頼むぞ、お前ら。もうこういけ、頼む、取り返してくれ。なんとか取り返せ、4連撃で。ブの爪の4連撃、うーん、会心なんで出ないの、なんで出ないの、会心が。いやー、どうする。いや、ここ怖いよ。てかガラノコスやばいんじゃないの。よけろ、お、ナイス。その余計でかい。これギガデイン回せるな。これギガデインできるぞ。オッケー、いいよ、しっかり当てて。とりあえずこれは多分ね、 SP ギガデインする余裕はあるんですけど、ちょっと待て、あと1400を2ターンで削ればいい。とりあえず大丈夫そうな感じはするけど。ナイス、それはナイス、シールド。いいよ、知ること。それはマジでナイス。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。おたけびはラッキーと見るべきなのか、それともだ、あ、では、これは不利だね。たくまけだね。あー、炎戦士食らうか。あー、でも、昼間ないのでかいよ。昼間ないのでかい。疾風怒涛の4連撃、頼む。オッケー、いいよ。ギガデイン圏内に抑えれば、もうほぼ安泰になるからね。はい、もうこう、よし、大丈夫。ほぼこれでギガデン打てば HP は3400ぐらいになるから、あとはちょっと当てればちょっとかするだけでいけるからね。よしよしよし、今回当てたか。ナイス、それはいいんじゃない。あれある、あれないわ。スペシャルカード発動。
とりあえずこれだ。とりあえずとどめ圏内には、とどめ圏内にこれで入った。待って待って、ドリアム、え、待って、ドリアムさ、あれ？ドリアムちょっと、なんか、勇気溜まりそうなんだけど。あれ？なんかドリアムなんでそんな勇気溜まりそうなオーブしてるんですか？早ないですか、あなた。待って、溜まるんですか？溜まんないよね。溜ま、さ、は、もうさ、翼に勝ったから勇気負けやないんで、わかる？わかるかい、ドリアム。翼に勝ったら勇気負けないんで、わかるかい？これ。どっかの NPC どもと違ってな、つばぜり合いかって勇気負けするなんてね、そんなアホな話があってたまるかっての。わかる？俺の悲しみわかる？よかったな、森で、森で、本当によくやった。よくやった、森で。森でよかった。よし、よくやった、よかった、よかった。一発でいけたの嬉しいっすね、これ正直。正直一発でいけたのはね、嬉しいね。ここで停滞するわけにいかなかったんですよ。もう次に待ってる最終決戦がありますんで、そこに時間を割く可能性があるんですよ。なんでね、ここで勝てたのはマジでよかった。森でよかった。あとはもうね、俺のパーティーに任せろ。